ありがとうございました。ライブはこれで終わって、最後に、ロドリゴのあと DJ が入ります。でその前にちょっともう一度その明日のそのテオレマ、ディフューズリアリティの、紹介というか、一言、ホアキンさんから言って伺えればなと思います。 So please tell something about the event tomorrow to the viewers. Okay, first of all, thank you. This was amazing. This is the kind of show that we expecting for tomorrow. Congratulations about that. とりあえず明日すごく、今までライブすごくみんな良かったのでありがとうございましたっていうことです。And? So tomorrow at Super Deluxe we expect like six visual artists, six DJs also. Well, Hantus, the artist I said before, it will be tomorrow showing some of his videotapes, mixing live with another DJ playing. So this is what we expect. 明日、6人のビジュアルアーティストとあとサウンドアーティストが一緒にコラボレーションしてやるような結構コラボレーション色の強い結構その何が起こるか分かんない系のセッションがあるそうですので、ぜひ現場に来ていただけるとその、なんていうんですかね、スリルを感じることができるのではないかと思います。Yeah, it's Thursday, we know, but this is not a dance party event, it's an artistic event, so be there, we want you to be there and enjoy the local artist and the magic of Rodrigo and his live sets, Hantus with his recordings, film recordings, another DJs also, so productors.He will be there tomorrow, so you have to go. So I don't need to say nothing more. So see you there tomorrow, man. Super Deluxe, 6 p.m. o'clock. Okay. 明日何でしたっけ？明日とにかくその明日は平日のど真ん中なんです。週のど真ん中、平日で。このイベントっていうのはそのディフューズリアリティとテオレマフェスティバルっていうのはそのダンスパーティー、いわゆるクラブイベント、 DJ が入ってとかそういうイベントというよりはどちらかというとそのフィルムとか映像とかあとさまざまな装置を使ったアーティスト、なかなか見ることができないようなすごい大掛かりなセットのアーティストの方もいますので、どちらかというとこう気軽に見に来て、その都度その都度いろんなセットがすごく面白いと思うので、来てくれれば嬉しいなというふうに思ってます。で、僕も出ますし、先ほどライブされたハタケンさんももちろんライブで参加されます。で、僕は違うセット、今日のは今日のとは違うのをやりますので、すごい褒めてくれたんで、よかったらまた違うセットも見に来てくれればなと思います。 Thank you for coming and having a program together. So 明日会いましょうって言ってましたので、では明日。Thank you for this、はい、for this space, for work、はい、with us, and I hope you can go to Barcelona sometimes. We need to continue working. Yeah, また僕らもまた日本からこういういろんなアーティストバルセロナ行ったりとかして、いろんなこうローカルのコミュニケーションが取れたらいいなというような感じです。で、明日なんですけど、六本木です。で、ノースーパーデラックスです。で、今日はこの後はスクランブル交差点とか大変なことになってるんですかね。ただこっちの方がやばかったんじゃないでしょうか、皆さん。ということで、ありがとうございました。最後は、ロドリゴさんの DJ で、最後まで締めたいと、やばいサウンド、なんか本当ライブの時はすごくノイジーな、なんていうんですかね、マウリツィオ・ビアンキとかそういうあとソビエト・フランスみたいなすごい古き良きって言っちゃうと語弊があるかもしれないですけど、そういうノイズセットをやってくれたんですけど、ちょっと DJ ではどういうセットになるのかまたちょっと楽しみです。今会場僕のせいで真っ白なんですけど、
徐々にエアコンで抜けると思いますので、会場にいる方最後までぜひ残って、で見てる方も DJ 楽しんでください。ありがとうございました。よろしくお願いします。 Thank you.